ワンパー、はいどうもこんにちは、ザワと申します。ノーブラフス実況続きやっていきましょう。ということで、ちょっと寝起きでね、頭働いてないんですけれども、やっていこうかなと思います。で、まあ、前回ね、まあ、影武者ということが、まあ、露呈してしまったよね。もうこれはもう言い逃れできないなという感じだったんですけれども、でその後ね、まあ、新海さんのところ行って、まあ処罰をもらってと。まあただ66学院から永久追放にはなったんだけど、まあしずるさんにはね、うん、会えるというか、まあ会うなとも、なんか会わすとも言ってないというかね、うん、なんかそういう微妙な、そういう余地を残して、うん、行ったという感じだったんで、まあ今ね一応こうやって、一緒にいるわけなんですけれども、まあしずるさんもね、その後のね、処罰もらった後の下り、庭園でねばったり出会って、でなぎなたでねこう打ち合ってみたいな後の下りがな、いやーそこも結構ね精神的にきつそうだったけど、まあ今ね、なんかそういう BGM も変わって、はい、まあどうなっていくのかというところで、じゃあ続きに見ていきましょう。藤島拓海。本名です。じー品定めしてんのか。今更、拓海さんなどとは呼べませんわ。まあそうだろうな。まあ、なんだろう、しずるさんも、その、まあその、なんていうのかな、まあ好きだった趣里くん、過去匠くんの方のね、趣里くん、なんだろうなっては思ってるんだろうけど、まあさすがに匠とは呼べないよな。なので、偽趣里さんと呼ぶことにしました。よろしいですわね。おお、そのままだね。マジでそのままだね。偽趣里。何か不満でも？いや、了解です。しずる先輩、前にも申しました通り、あなたに先輩と呼ばれる筋合いはありませんわ。立場をわきまえてください。もうな、さすがにな。まあでも都市的には先輩というか、まあ、人生の先輩ではあるんだけどね。では政宗さん。お嬢様。お、政宗お嬢様。違う、なんで名字にくっつけた。何この、さっきまでのシリアスなさ感じとはちょっと打って変わってさ、このすげえギャグ感あふれる、なんかコメディ感あふれる感じになったけど、いや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 、なんか釈然としねえな、この感じ。では、しずるお嬢様で？ええ、それならよろしいですわ。偽シュリーさん。いやでもこれ思ったけどさ、もう金本のあのね、あかりさんたちがいるあそこにはもう戻れないってことでしょ。いや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 、なんかこれこれからどうすんだろうね。元の家にこう戻ったりするのか、ここで住まわせてもらうのか。いや住まわせてもらえば多分ないよな。どうすんだろう、偽シュリーさん。偽シュリーさんね、どうするんでしょうか。抜かれましたね。あ、抜かれましたね。日付が。やっと抜いてくれたわ。何これ。ん？誘拐犯になりたい。どうしたの？どうしたの？いきなり。ちょっと待って、これ誰が言ってんだよ、これ。午前5時、徹夜のバイトを終えた俺は、二人暮らしには巨大すぎる屋敷の門前で、深海王を待ち伏せている。ほう。ほう。何をしてるんだ？それでは、参るかの。お、新海さん。は、お供いたします。当てた、橋爪。こいつなぁ、マジ。やべえやつだよ。ジャージ姿になった黒服4人と共に、新海王が、日課のジョギングに出かける。ジョギングしてるんだね。あ、新海さん、ジョギングしてんだね。だから見た目に似合わずというか。驚いたことに、この老人は、そのまま66学院に出勤するというのだ、ジョギングしながら。やるね。元気すぎない？元気ない人だ。さて、今のうちに。お迎えの運転手が来るまでの2時間ほどの間、この家には、しずるお嬢様一人になる。へぇー、あ、なるほど。あ、だから、その、新海さん、なんで一人にすんの？それもどうなん？アホじゃねそれ。ただただ。あ、そうなんだ。あ、その間、じゃあ会うんだ。小さくため息をついた俺は、足音を忍ばせて勝手口に回った。何その。
あ、なるほど、そういうね、誘拐犯になりたい。何なんでその願望、本当に。まあ、このままな、確かにな。このまましずるさんをこう、かっさらってって、なあ、なんだろう、こう、もう、なんか人知れぬ場所に、こう、二人でね、こう、行って暮らしたいみたいなのあるかもしれないけど、母屋とつながった離れに忍び込むと、一番奥の部屋からしずるお嬢様の寝息が聞こえる。寝息がちょっとエロいな。いやいや、変なことは考えちゃダメだ。なんだ変なことって。とにかくしずるお嬢様をちゃんと起こさないと。なるほど、なんかそういう生活が始まるんだ今後。お、本当にこれでいいんですか？何か？はっきりそう命じられたわけではないが、どうやら俺はしずるお嬢様の召使いになったらしい。まあ確かにね。そういう意味ではあれなのかな、まあ、見つかってはいけないが、2時間限定の召使いみたいな、なんかそういう感じなの。つらつら、マジで。で、学校は通わなきゃいけないでしょ。え、どうなんだろう、たくみくん自体学校、その元いた学校は通うのかな。まあ通うんだろうね。バイトが終わったら正宗家に忍び込み、千鶴お嬢様が学院に行くまでの身の回りの世話をする。そんな生活がもう2週間近く続いてる。いや、よくバレねえな、2週間も。マジか。すごいですね、それ。2週間バレないか。誰かさ、もうその2週間のうちにさ、なんか怪しいものがいるかもしれないから、ちょっと門前で一人待っておいてくれ、みたいなさ、そういうくだりなかったのかな。もっとですね、騙していた罰があるんじゃないかと。罰と言いますと？よくわかりませんが、逆さ釣りにされるとか、水攻めに遭うぐらいの覚悟はしていたんですが。まあなんか、まあそういうね、なんかこう、えぐいやつはないかもしれないけど、でも結構社会的にえぐい罰はあるのかなと思ってたんだけど、なんもなかったよね。なんか永久追放だけで。ああ、そういうのがお好きですのね。おう。さすがは語り者ですわ。では早速、石垣の用意を。Sか、それは。ちょっと待って。それ、両足骨折しちゃうやつじゃないですか。だって、いじめられたいんでしょ？おっと、なんだこの展開は。おっと、なんだこの展開は。趣味嗜好の話じゃなくてですね。じゃあ、趣味では済まされない車好きにしましょう。それやばいな。しずさん、それ普通に言ってるけど、それ冗談だよね。なんなのこれ、冗談じゃないの？もう死ぬやつじゃないですか。いやー、ちょっとね、あれは、ちょっとね、あんまり想像したくないよね。それが嫌なら、さっさと朝ごはんの支度でもしなさい。怒らせてしまった。てかさ、今さ、サクッと車咲きって出てきたけどさ、前にやったことあんのかな。ちょっと、怖いんだけど。なんで、なんかすぐ車咲きっていうさ、なんか単語が出てきたけど。怖いな。なんか、正宗家って、大丈夫かな。そりゃお嬢様と一緒にいられるのは嬉しいのだが、こんなことで責任を取っているとは言えないだろう。まあ確かにな。なんでもどう責任取ればいいのっていう話だけどね。俺の償いは俺自身で探せ。そういうことだろうか。探すところも、自分自身でやれと。さて、朝飯か。相変わらず冷蔵庫は食材の宝庫だな。まあ料理はできるからな、たくみくん。お、松茸だ。でかいのがゴロゴロしてんな。あるところにはあるもんだ。朝はお吸い物だけでよろしくてよ。ん、見に来たの？見に来たの？ダメですよ。だし巻きと焼き魚くらいは作りますから。お米を食べてください。おじい様と同じようなことを言いますのね。でもちゃんと食べないとな、しずるさんも。俺が、通いの家政婦をしてなかなかないけどね。通いの家政婦夫の方のな。していることはもちろん深海王には内緒のことだ。時間帯をずらしているし、広い家だから母屋に乗り込まない限りは顔を合わせることもない。まあそうなんだな。それもすげえけどな。でもさ、それはそれでさ、セキュリティ大丈夫かと思っちゃうけどね。とはいえ、いつまで秘密を守り通せるだろうか。うん、そうだね。1、2、3、4、5、6、7、8。ほら、あなたもするの？何この朝のラジオ体操みたいな。これマジでやってんの？
俺はバイト明けですよ。早朝体操は正宗家の大事な日課です。おう、サボるのは許されません。早朝体操早朝体操って言うんだ。わかりました。22こら、偽シュリさんは声出さない。ご近所にバレたらどうするつもりですの？もういろいろ言われますけどね。まあまあまあ、しずるさんも案外大切にしてくれてんだね。この関係性というか。やむを得ないとはいえ、声を出さない体操というのは味気ない。まあね、声を出すことによってなんか、うん、こう気持ちよくなるみたいなのあるかもしれないよね、体操って。ところで、おう、あ、はい、なんですの、その俺っていうの。そういえば確かに確かに、もう戻りましたからね、たくみくんに。うん、本当は俺なんですよ。全然似合いませんわ。僕って言いなさい。そこまで強制されんの？わかりました、お嬢様。なんでそんなにニコニコしていますの？ニヤニヤしてたんだな。ああ、いや、これはなんていうか。わかりました。今、唐突にわかりましたわ。何をですか？やっぱりそういうことですのね。なんだ？知ってるんですからね。うん。ぐへへ。それほど俺様の演じた趣里に惚れたのか。うん。バカな女だ。なんて思ってるんでしょ？いや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 、拡大解釈しすぎやそれ。飛躍しすぎやでそれ。ちょっとニヤッとしただけで。まあでもそうか。しずるさん。もうそこまで、ちょっと、まだ疑ってるんでしょうね。違いますよ。っていうか俺のイメージそんなですか？そうに決まってますわ。目が邪悪に笑ってるもの。目邪悪なんだな。じゃあせめて後半部分とグッヘッヘを取り消させてください。やっぱり思ってるんじゃないですか。思ってたんかい。俺の演じた趣里を。なんだったっけ。俺の演じた趣里に惚れたのがバカな女だ。バカな女だとグヘヘをね、ちょっとなくしてね、惚れてたのかーってね。まあ、それでもやべえけど。それでもなかなかだけどな。声、声。とにかく、あなたみたいな卑劣感を家に置いてあげてるんですから、ちゃんと私の言うことを聞きなさい。あ、確かにな。そういうこと思われてるんでしょうとか思いつつも家に置いてるからな。かしこまりました、しずるお嬢様。まだ目が笑ってる。ニヤニヤ禁止。ニヤニヤ禁止か。やめな、禁止事項が増えそうだな。それはできません。なぜですの？反感を歯向かっていく。お嬢様には笑顔だけを見せようって決めてますから。来たぞ。でも、うん、そんなにやけ顔は見たくありませんわ。もっと爽やかな笑顔ならいいですけど。あ、そうなんですか。爽やかじゃなかったですか？全然。おかしいな。これならどうです？歯を見せればいいってものじゃありません。じゃあ、これで。それあれや、チャローの時の星やぞ。チャローする時の星やぞ、それ。わざとらしいウィンク禁止。ウィンク。ちょっとチャロー的な感じになってたのかな。どうして薄めしてるんですの？慈愛の眼差しを。気持ち悪いぞお前。俺も今どういう気持ちでフフフを言えばいいのか分かんなかったんだけど。却下します。犯罪者のあなたに慈愛なんて似合いませんわ。そうですね、犯罪者だって詐欺師でしょ。まあな。確かに。そうか、そうですね、考えてみれば。もう何か言い返さないんですの？もうこれもうしゃあないよ、さすがに。ただ賑やかですね、この朝は。それじゃあ行ってまいりますわ。後のお掃除をちゃんとしておくように。いやー、これ毎朝こんな感じなのかな。もう2週間経ってるらしいですけどね。はい、頑張ってくださいね。トゥーン、トゥーン、トゥーン。運転手が迎えに来て、今朝も膨れっ面のしずるお嬢様が出かけていった。何を言っても俺がニコニコしているのが気に食わないみたいだが、俺は今でもお嬢様の近くにいられるだけで結構嬉しいのだ。
うん、まあでも新海さんも気づいてそうだな、でもこれに関してはうん、なんかしずるさんのね様子を見て、あ、なるほど、裏で合ってるんじゃないのかみたいな感じでね、こう思ってそうだよな。さて、今の俺にできることといったら目覚ましと家事くらいだ。せいぜいピカピカに磨き上げるとしますかなんかでも案外ポジティブな方に進んでんだね。結構やばいかなと思ったんだけど。お懐かしい。ここあんま見ないからな。昼前に片付けを終えた俺はコインシャワーで汗を流して、家路に着く。いやー、なんかコインシャワー、そっか、もうね、飲むのかのねあの浴槽でゆっくりとシャワーを浴びた後に湯船に浸かることはできないと。いやー、そう考えると飲むのかが懐かしいですね。はじめはお嬢様から政宗家に、こっそり住み込むように言われていたのだが、さすがにそれは危険なので辞退させてもらった。もう一緒にいてほしいんだあー、しずるさんもな、乙女だな。もうなんかさ、あんなことね、突っぱねておきながら車咲きだのなんだ言っときながらな、一緒にいてほしいんだな。あ、しゃあないよな、そこまで言わせたんだもんな。はあ、今日もハードだったな。俺の家、結局このアパートに帰ってきてしまった。金本家の配慮でバイトに就く前の環境をそのまま復元してもらえたのだ。すごいねそれもそれですごいよな。裏で配慮してもらったんだね。屋敷から引き上げてきた荷物の中には、あかりさんからの別れの手紙に添えてアパートのキーと今日までの報酬が入っていた。うわー、なんかな、もう完全に関係終了みたいな感じだね。影武者を務め上げられなかった俺には受け取る資格がないので、金は手つかずで置いてあるが、部屋はありがたく使わせてもらうことにした。そっか、まあ、使えないよな、なんかこんな報酬ねえ、なんかねえ、失敗しちゃったのにっていうね。ここがあるおかげでずるずると政宗家に転がり込むことは避けられたのだ。確かに。寝よう、3時間だけ。それ8時間ぐらい寝るやつだぞ大丈夫か。ばったりと布団に倒れ込む。家に帰ればあとは寝るだけ。このところこの部屋でまともに機能しているのは玄関とトイレと布団だけだマジか、本当になんか何もない生活に戻ってしまったというかね、普通の一般人に戻ってしまったって感じだな。まあ一般じゃないのはね、由緒ある政宗家に侵入してね、お嬢様とこうイチャイチャしてるっていうところだけだけど、いやー、ちょっとどうなるんでしょうかおー、なになになに、え、時計を見ると午後3時を回ったところだった。そろそろ学院では6時間目の授業が終わる頃、また新しい一日の始まりだよく覚えてるね。しずるお嬢様が帰宅するより前に預かっていたカードキーを暗証番号でこっそり勝手口から忍び込むあ、なるほどね。あ、そっか、カードキーと暗証番号をもらってたんだね。だから入れるんだ。あー、てかさ、それさ、残らないの記録に。なんかその、入退室記録みたいなね。だからカードキー暗証番号系ってなんか結構ね、なんか電子記録で残りそうですけどね。どっかのその、PC にね。本当にこんな不用心で大丈夫なのか？今日もあっさりと屋敷への侵入に成功した。簡単なものだ。表門には監視カメラが隙間なく稼働しているが、勝手口には死角があるのだ何それあ、しずるさんがそれをね、ちょっと教えてくれてみたいな。いくら経営から退いた相談役とはいえ、政宗一族の長が、長が暮らしている家なのに門をくぐると中はガランとしているまあでもいいじゃないですか。なんか広い敷地をこう無駄遣いするじゃないけどねえ、こう家があってさ、なんかこう庭があってさ、もうバカでかい庭がね。で、こう寝室はそんなになんか広くないみたいな。常時メイドが詰めている金本家とはまるで違うのだが、確かに。まさかとっくに気づかれてるなんてことは。何がですの？しずるお嬢様、お帰りなさい。はあ、今日は体育があって疲れましたわ。
足を揉みなさい。お、いいんですか？偽首里ですけれども。かしこまりました、お嬢様。縁側にペタンと腰を下ろしたしずるお嬢様がこっちに足を投げ出してくる。目の前に無造作に投げ出されたストッキングのふくらはぎに手を伸ばした。お、いやー、なんか、なんだかんだ、役得ですね。痛かったら言ってくださいね。ダメです。痛くないようにしなさい。なるほど。難しいな。お任せあれ。ザラッとしたストッキングの感触、その向こうにかつても触れたことのあるしずるお嬢様の体がある。そうだな。まあ、体の、ね、その、表面には触れられないんだろうが、肌にはな。ダメだ。余計なことを考えるな。おい、ちょっと待って。これさ、今後、何、こういう感じでさ、あの、例のシーンというか、進展していくの嘘でしょ。マジで言ってんの、これ。俺は決めたのだ。お嬢様に償いを果たすまで、恋心は封印すると。おー、なるほどね。まあ、そうするしかないもんな。うん。早くしなさ、あ、いた。何がお任せなんですの？これは、いた気持ちいいって言うんです。嘘ですわ。痛い。もう何なんですの？今日はテニスだったんですか？ええ、金本さんと対戦しましたわ。お、あかりさんと？その口ぶりは負けますし、うっ。負けてません。譲歩してあげただけです。よく言いますよね、こういうの。負けず嫌いの人よく言いますよね、これ譲歩。なんか。ね、譲ってあげたんですみたいな。顎膝が顎いや、直撃したか。顎なんかよりおじい様です。聞いてください。 おじい様ったら最近ことあるごとに私に将棋の相手をさせるんですの。そうなの？最近というか前からそうでしたよね。おまけにこれまでは6枚落ちでしたのに、うん、最近は桂馬なんか使ったりするんですよ。いや、ちょっと普通にガチになってきてるやん。いや、普通にそういうの使ってくるんだな。6枚落ちというのは、飛車、角、桂馬、香車を使わないで打つということで、相当なハンデになるが、それでも素人が上級者に勝つのは難しい。まあ、確かにね。それだけお嬢様が上達されたのでは？ですけど、結局負けてしまいますもの。強いんだな、そこそこ。やっぱ新海さんそこそこやるんだな。っていうか、今まで6枚落ちだったんですか？確かに。いいえ、最初は8枚落ちでした。マジで？マジで？ 8 枚落ち？もうなんもねえじゃん、それ。え、何？え？ 8 枚ってことは何？え、金と、玉と、王玉と、あと歩しかないってこと？つらっ。マジか。あ、銀だっけ？どっち落とすんだっけ？銀か金どっち落とすんだっけ？これでなんか勝ったって言ってたんだな。なるほど。本当に最近のおじい様は容赦がありませんわ。いや、かなり容赦してるけど、そうだよね。まあ、飛車角落とすだけでも容赦してるんだけど、そっからね、8枚だ、6枚だだもんな。そうですか。理事長が。ハンデはともかく、将棋にたびたび誘うというのは、きっと理事長なりにしずるお嬢様に気を使っているんだろう。申し訳ない。あー、なるほどね。そうだよな。なんか、こう、ね、偽首里くんとのね、まあ、匠くんとの思い出を、こう、まあ、思い出させたいというかね。うん。なんか、忘れさせないというか。うん。なんか、ここで将棋とかもしなければ、思い出すこともなくなってしまって、みたいなね。どんどん、なんか暗黒の方に、ってしまう感じがするもんな。わかりました。では今日は仕事の時間まで将棋のお相手をしましょうか。誰も相手をしろなんて言ってないですわ。でも、うん、どうしても指したいというのでしたら別にいいですけど。何この教科書通りのツンデレ。教科書通りのツンデレ。すごいな。マヤさんのツンデレもすごかったけど。いや、この教科書通りの積んでるいいな。かしこまりました、お嬢様。ダメだ。また笑ってる！もう、ヘラヘラしない！動揺しちゃった、俺も。いやー、ちょっと、積んでるがすごすぎる。なるほど。そんな感じで進んでいくと、
はい。ということで、まあ、もうちょい見るか。じゃあ30分ぐらいまでやっていきましょうかね。千鶴お嬢様という人は少し不思議だ。お前も不思議だけどな。本当は申し訳ない気持ちでいっぱいだったはずなのに、彼女と話しているとなぜだか穏やかな心境になってしまう。なんかな、罪悪感も、こう、癒されるような、なんか、いや、なくなってはいけないんだろうけど、ちょっと罪悪感まで、なんかなくなってしまうような、うん、なんかそんな、穏やかな気持ちになっちゃいますよね。お、なかなかいいとこを指しますね。当然です。これでも修行してますから。修行？じゃあこう来ると、あ、ダメです。そこの桂馬を取られたら後の手が続かなくなるじゃないですか。なるほど。もうずっと一本の線で言ってるパターンだな、これ。千鶴さん、こういう時はですね、右辺を仕掛ける前に飛車を牽制させるといいんです。ふむふむ、わかりました。では早速3手戻ってやり直してみますわ。飛車2か。飛車2だよね。マジですか？じーなんだこの可愛い着物。わかりました。じー、お、ん、なんですか？いえ、別に。何を見てたんだ今。本当はマジなんて言葉を使うんですのね。使いますね。もうマジでね。すみません、使うんです。そうなんですよね。はあ、納得です。通りでマナーの基本ができていないわけですわ。お、あ、でもなんかあれだね、そのちゃんと偽シュリ君としては認めてくれてるというか、その自分の好きだったシュリ君なんだなっていうのが、まあなんていうのかな、そういう風には感じてくれてんだな。でもだいぶ身につきましたよ、千鶴お嬢様のおかげで。お、私は別に偽シュリさんなんかのためにしてたんじゃないですわ。あなたに騙されて、うん、騙されてただけで。急に顔を赤くしたしずるお嬢様が両手をブンブンと振り回す。言っておきますけど、私あなたなんかのこともう好きじゃないですからね。へえ。へえ、あ、そうなんだ、ふーって言いながらね、なぎなた勝負のね、最後の言葉を思い出すっていう。そうだよね。もう他の人なんて好きになれない。その言葉が脳裏に蘇る。もう全てがツンデレに聞こえる。だから、変な誤解なんてしたら、何顔を赤くしてるんですの。まあまあまあ、そうなりますわな。いや、これは。もう分かりました。お、やっぱりあなたは一から叩き直さないとダメな人です。どう叩き直すんですか？は、あなたのような詐欺師の犯罪者の暴行魔を野放しにしては、うん、社会の害悪になります。公害です、スモークです。マジっすか？高化学スモークですか？やめてくださいよちょっと。いやでもそんな犯罪者を身元に置いといてね、ちょっと何を言ってるんですか。かくまっておいて。ですからあなたには再教育が必要で、だから、その、うん、だから警察には引き渡さないんだね。私の家来になりなさい。おお、なるほど。お、なるほどね、しずるさん限定の家来ってことですか？家来ですか？そうですけれど、政宗家じゃなくて私個人の家来ですわ。なのでお給料もなしなんです。そうなんだ。そうなんだ。マジか。まあ給料はね、もう自分で頑張るしかないんだろうけど。そっか。でもさ、これはまあもちろんね、新海さんとかには教えられないというか。ね、まあさすがに、まあその他の人には言えないだろうからね、家の人には。まあそのしずさん個人のね、まあ、家来になることは当たり前なんだけど、これどういう感じなんの今後。お嬢様？なんですの？何か文句が。言われなくても家来ですよ、俺は。なんかまあ、今まで家来みたいな感じだったもんな。え？俺にできることって、今のところそれくらいですから。もうすでに家来だった。従順なふりをしても騙されませんから。
ちょっと騙されてたんだな。ではまた明日。いいですか、逃げたりしちゃダメですからね、家来なんですから。うん、分かってます、おやすみなさい。政宗理事長が帰宅する前に政宗家を出てバイトに向かうってかさ、もうあ、何、あれな、お見送りしてくれるんだね門の前まで来てくれるんだね。へえ。お嬢様の話だと理事長は帰宅しない日も多いらしい。あ、なるほど、その日にじゃあ例のシーンがあるとそういうことだな。名家のご令嬢でありながら、思ったよりも長いことしずるお嬢様は一人でいるのだ。ね、確かに。ね、お父さんお母さんとこもね、なんか、何も関わりもなくというか、ね、何もこう様子も見に来ることもなくというか、まあ一人でね、まあ、できるだろうという感じでこう残してるんだろうけど、ちょっと不用心すぎるよな、さすがに。それにしても、家来か。金本家の執事の後は政宗家のお嬢様の家来。バイトだからって節操がなさすぎるな節操がなさすぎるよな、ほんとな。名家のな、もう影武者となあ、メイドと家来とみたいななどと思いながら、俺は足取りも軽く日雇いの現場へと向かうのだ。さすがに口外できないけど経歴には残せないが。はい、ということで、じゃあ今回はここまでかな。お、なに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 、誘拐犯になりたいらしいんですけども、はい、今回はここまでにしようかなと思います。いやー、なるほどね。そういう感じで話進むんだね。いや、一時はどうなるかなと思ったんですけど、ちゃんとね、家に、まあ、戻れるように配慮してくれて、金本のね、家の人たちがね。で、そっからそれを起点にして、まあ、自分もね、バイトをして、まあ、ね、めっちゃ、莫大なお金をね、報奨金をもらったんだろうけど、まあそれは使わずにこうやってバイトで稼いで、まあ自分の生活費を稼いでね、やりくりしてるっていう感じなんだね。でそこからまあ学校はもうね諦めたんだろうけど、でまあ一応政宗さんのね、しずるさんの、まあ、家来じゃないけど、まあ、カードキーと暗証番号もらってわざわざもう完全に積んでるだよねいやもうクソ可愛すぎない、なんかこれカードキーと暗証番号ですのみたいなとか言ってさ言ってさ渡してさ、明日からも来るようにみたいな感じでさね、言われてるんでしょ。やばいよな、その様子を見るともうニヤニヤしちゃうよなちょっとさっきのね、たくみくんじゃないけど、いやーそっか、まあ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 、しずるさんもねちょっとまだまだ諦めきれないどころかもうっていう感じなんですけど、はい。まあ、この状態が、ま、いつまで続くのか、ですよね。また、ま、ね、一つ、こう、まだね、こう、繋がってる状態にはなってるんですけどね。しずるさんとね。まあ、まだ、新海さんとかね、家の人にはバレてないっていうこともあって、まあ、これが続いてるんで、まあ、バレたらどうなるのかっていうね、ことが一番の懸念材料なんですけど、はい。まあ、でも、一応ね、こういう関係になったんで、良かったなと。そういう感じだね。一旦はね、良かったなって感じですよね。はい。ということで、じゃあ次回以降もちょっと、なんか、ちょっとツンデレなね、下りが増えてきたんで、楽しみだなと。ちょっとシリアスなね、感じが入ってからちょっと大丈夫かなと思ってたんですけど、はい。ちょっと期待できそうですね。はい。ということで、じゃあ次回以降もお楽しみに。それではバイバイ、ありがとうね。